王立軍が我々の基地を襲撃した。最悪の事態だ。誰か応答してくれ。君たちは今ラビリン・ラナ主催のラジオ。友人の話によると、王立軍はキラット中で遊牧民のキャンプを襲撃しているとのことだ。よくやるよ。そういう弱者を狙うとはな。遊牧民はすでに十分厳しい生活をしているのにさ。毎晩テントで寝て定住することなく場所を変え続ける、そういう生活さ。多分あいつらは用を足すのに箱を使ってシャワー設備なんて考えたこともないだろう。出たものは容器に入れて運んでるんだろう。ご存知の通り俺はトイレ派だ。死ぬまでそれは変わらんぜ。ウォシュレットでケツをピッカピカにしないと気が済まない。音楽が流れてきそうなくらい綺麗なケツをしてるぜ。奴らの靴を履けばその匂いが足に移って、同じトイレを使えば定住できなくなる。俺はごめんだね。でも一日が終わればただ横になって故郷や娘のことを思いながら寝る生活だけだが、そこへ王立軍が来て、よう王立軍だ、お前らみんなに鉛玉をぶち込んでやると、最悪だな。本日の教訓はキラットでは遊牧民になるなということだ。残念な話だが文化的な生活を拒む人がいるんだ。それとチョツなんて文化的な家に住んでるのに遊牧民みたいな匂いをしてるんだよ。どうしたらそうなるんだ。マジで気になるぜ。一度あいつの家に行ったんだが、トイレが禁止的だったな。頭の上に乗せて運び外へ捨てに行くタイプだ。ちゃんと死にぐらい拭けよ。ちゃんと体をきれいにするんだ。全身きれいにな。大丈夫だ。大丈夫じゃない。家族を取られて大丈夫なわけない。あなたしかいない。ポールは出発前のパーティーを開くつもりなの。その時がチャンス。近くの村から生贄を連れてくるはずだから、それを利用するの。中に入ったら尋問室に忍び込んで油断してるはず。
あのハンターたちに遭遇したんだな。友達が一部 CG を目撃してたようだ。目の当たりにしたので、それについて話そう。反乱軍のある男が象に乗って突撃し、王立軍兵士をぶっ殺したんだ。戦車なんてクソくらい。そいつが乗ったのは紛れもない象なんだよ。王立軍の兵士をその長い鼻で掴み、ボロ切れのように放り投げた。ほんと、あれはすごかった。おっと失礼、つい興奮してしまった。人生最高の瞬間というか、トラックの中でちびったくらいにエアでクールな光景だったぜ。ドラマシックな音楽が流れ、三重の虹が空にかかり、それをユニコーンが飛び越えていたら完璧だったかもな。家族は見つかった？まだだ、今向かってる。そう、見つからないように忍び込むのよ。ポールはネズミのような男、危険を察知したらすぐに逃げ出す。感づかれたら終わりよ。聞いてエイジ、奴はパーティーを開いている。肉の調達先を探し出して紛れ込むの。簡単料理を食わせる。あそこだ、あそこにいるぞ。家族は見つかった？まだだ、今向かってる。そう、見つからないように忍び込むのよ。ポールはネズミのような男、
危険を察知したらすぐに逃げ出す。感づかれたら終わりよ。聞いてエイジ、奴はパーティーを開いている。肉の調達先を探し出して紛れ込むの。